なかなか足が細くならないんです。スクワット頑張ってるけど、垂れたお尻がなかなか変わらない。そういった方におすすめのエクササイズを紹介します。今回の動画を最後まで見ることで、なかなか変わらない下半身、みるみる痩せてきます。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、フロッグヒップリフトというエクササイズを紹介していきます。なかなか足が細くならない、垂れ尻が変わらない、そういった方の多くは、反り腰と足のラインが関係しています。太ってる方でも足が細い方いますよね。痩せているのにお尻だけ垂れている、そういった方もいますよね。原因は、反り腰を解消する腹筋と背筋のバランス、お尻の弱っている中殿筋と小殿筋、前ももの筋肉と裏ももの筋肉のバランス、これが関係しています。これを今回、一種目で改善できるんですが、しっかりやりたいよって方のためにですね、もう数種目プラスアルファしています。動画を見ながら全部やってみてください。各たったの30秒ずつ行っていきます。寝たままできますので、ベッドの上、床の上、どこでもできます。チャレンジしてみてください。それでは紹介します。はい、通常ヒップリフトというと、足を閉じて手を下についてお尻を上げるっていうエクササイズなんですけども、これ実はあまり効かないんです。なぜかというと、足の位置で使う筋肉が変わってくる。お腹を持ち上げる感覚と床を踏んでお尻を上げる感覚、感覚一つで全く効きが変わってきます。そこを今回は、足痩せするために大切な筋肉をしっかり使うために、足を少し開きます。そしてつま先もできるだけ開いてください。パカッと開きます。このカイロ足の状態を作ってお尻を上げる。足痩せするために大切なのが、足のラインと反り腰の改善でしたよね。ここで膝を開いて戻すっていうことを繰り返していきます。できるだけ足開いて、つま先開いて、こういう感じで足を閉じる、開くっていうことを繰り返します。そうすることで、弱いもも裏、中殿筋、小殿筋、そしてお尻を上げてるんですけども、腹筋を少し力を入れてクッと締めます。おへそをこっちに向ける感じです。その状態を作って膝を動かしてください。これ1種目で反り腰の改善と足のラインが矯正されます。これ30秒間一緒に動いてください。結構お尻痛くなるので、もし辛くなったら一度降りてもいいですが、最後までやってください。それではいきます。スタート。こういう感じで大きく動かしてください。特に開くときはしっかり開いて、床を踏んでください。あー、もうお尻が痛い。しっかりね、開いたらね、お尻の横が痛ければ正解です。効く。よーし、 OK です。今度は今のお尻を上げた状態から、お尻を下ろしながら上体を起こしてください。これでさっきのメニューよりもしっかり腹筋を使うことができます。腹筋がついてくれば反り腰が改善されます。これを30秒間揺れます。足はさっきと一緒です。いきます。スタート。こういう感じです。お尻を下ろしながら体を起こしていく。息を吐きながら起きます。足が離れたらまた近づけてください。腰です。 OK です。次は今の足の状態からちょっと難しいんですけども、足を浮かせます。開きすぎると足上がらないんで、足が上げれる幅にセッティングして、つま先開いて、こういう感じで上げてください。そうすることでハムストリングがしっかり鍛えられます。ちょっと難しいですが頑張ってください。いきましょう。スタート。こういう感じです。歩く感じです。しっかりね、お尻上げたまま、もも裏に力が入ってるよって方はね、バッチリできてます。慣れてくるとね、足の幅開いてください。あー、むずい。
足開くとむずい。よーし、オッケー。今度はふくらはぎを細くする運動をしていきます。よくかかと上げとかする人いると思うんですが、これやっちゃうと体重がある場合ふくらはぎが太くなってしまったり、足を起こす角度によっては外側だけ張る、内側だけ張るってことが起きます。今回はさっきのかえらしの状態からお尻を上げてつま先を上げる、かかとを上げるっていうことを繰り返していきます。これはしっかりふくらはぎをうまく使えるっていうことと、負荷があまりないのでふくらはぎ痩せには効果的です。いきましょう。スタート。つま先をしっかり上げて、こうです。かかともしっかり上げて、つま先上げて、しっかりね、もうふくらはぎがつりそうなぐらい動かしてください。あー、効くー。これ足の指のね、力もすごくつくので、浮き指の方とかにもね、効果的です。よーし、オッケー。股関節周りの筋肉をしっかり使うことで足のラインが良くなります。つま先開いて、お尻つけた状態から膝を下に開いていきます。しっかりつま先開いて、足開いてください。これを最後30秒パタパタします。スタート。こういう感じでね、外側のももと床につくぐらいしっかり開いてください。で、しっかりね、腰を床につけてください。腰床つけるとお尻が締まります。しっかりこうやってできるだけ腰を床につけて、あと少しです。よーし、 OK です。最後はあぐらを組んだ状態で足を抱えて腰を丸めて、丸めた状態から前に置きます。抱える、抱えるっていう感じで転がってください。これ最後15秒ずつ各足いきましょう。腰を最後しっかり丸めてください。いきます。スタート。こういう感じでね、しっかり腰を丸めながら動いてください。よし、はい、反対足です。アチョップです。反り腰がね、改善できるとこれ簡単にできます。もしね、起き上がるの難しいよって方は何度か練習してください。よし、オッケー。お疲れ様でした。今回のエクササイズ、足痩せ、下半身痩せ、ヒップアップにはとっても効果的なメニューになってます。動画を見ながら何度もやりながら、体の変化があればコメントで教えてください。私こんな変わったよ。そんなのがあればですね、Twitter や Instagram からもしよかったら DM もらえれば、頑張ったことを皆様に評価もしますので、ご協力よろしくお願いします。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。